皆さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオ今朝。この番組は生駒市にある KCN スタジオ情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。番組進行は私永井康之と近藤彩香です。さあそしてピックアップザ奈良のコーナーは僕たち土方兄弟が担当します。ワクワクドキドキケースター。新しいなんか歌みたいな作らんでええわ。渋いなんかアーティストみたいな。今のいいよね、はい、ワクワクないな、はい、70日間考えて出来上がった歌です。いやだいぶ考えた、はい、それにしてはチープやねケースターをねもっと盛り上げていきたいんです。でも ね、はい、あのね最近のメッセージでね、はい、特に土方兄弟の時面白いですよ。来ましたよ。喜んでる喜んでる。そろそろ本気出しちゃおうかな。まだ本気じゃなかったんかいな。もうずっと本気で言ってそれは。ちなみにですね、はい、おそらくあのお母さんからのメッセージ。ないか。中高中高名前言わいでええねん。知ってる人いっぱいおんねんから。ということで今回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。さあ今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますのでこちらをご覧ください。今日のおすすめはフランネルフラワーのフェアリームーンです。清楚な雰囲気の白いお花が美しく、近年は切り花としても人気があります。一年を通して日当たりが良く雨を避けられる場所に置きましょう。梅雨明けから秋までは半日陰に置き、冬は室内に取り込んでください。水やりは用土の表面が乾いてきたらすぐに水を与え、極端に乾燥させないようにしましょう。花が終わったら切り戻すことで風通しが良くなり、病気を防ぐことができます。切り戻す際は必ず葉が残るようにしましょう。あの清楚なお花でね。そうですね、まあ、うちの近藤さんにぴったりですよね。あらたんば。何があらたんばやねん。純子どうもありがとう。純子関係ないでしょ。純子関係ない。純子マジックがすごくなってる。どうぞ行きましょう。はい、グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗まで扱っておられます。園芸にご興味のある方はぜひお店にもお越しください。もうあなたのせいでもう押したじゃん。さあまずはトピックスのコーナー参りましょうか。ケースでは撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。あなたの身近な人を登場するかもしれませんよ。出てくるよ。さあまずは高校生がおもてなしした観光列車の話題です。なんて言った出てくるよです。近鉄の観光列車集いで行われたのは大和野菜列車ツアー。この企画は列車で旅をしながら奈良県立四季野高校の生徒たちによるおもてなしで奈良の大和野菜の魅力を感じてもらおうというものです。昨年の初開催が好評を博し、今年も開催されることになりました。およそ70名の乗客を乗せた列車は橿原神宮前駅を出発、大阪上本町駅で折り返し、再び橿原神宮前駅へ戻ります。こちらは四季野高校の農場で栽培された大和マナと千筋水菜ですが、列車内で振る舞われた生徒手作りのお弁当にも使用しているそうです。千筋水菜はニンニクの効いたナムルにしたそうですよ。春らしい、うん、さあ気になるお味はどうなんでしょうか。おいしいグーといただきました。小さいお子さんももりもり食べてますね。奈良のお野菜を使ってて子供に食べさせても安心やし、こう学生さんが作られているのをこう見てすごいなと思いました。いい思い出となりました。彩りもすごくよくてとっても美味しいです。卵焼きが一番美味しいです。楽しいです。また会ったら来たいです。はい。食事の後は高校生からクイズも。乗客は大和野菜にまつわる知識を深めました。お客様の手に渡るまでっていうのがすごくドキドキするけど達成感とかもあってやりがいがあるなと思います。
参加できてよかったです。緊張もあって不安とかあったんですけど、まあ、美味しいとか笑顔を見ると自分の心の中がもう最高の気分になりますね。大和野菜っていうこともあんまり自分は知らなかったので、まあ、知れてよかったですし、お客様にもお伝えできてよかったと思います。皆さん頑張ってください。高校生たちの趣向を凝らしたおもてなしで乗客の思い出に残る旅になったようでした。いやー、これ参加したかったですよね。そうですよ。もうじゃあの定員を上回る応募があったそうですよ。また四季の高校では校内の直売所四季の彩りで、生徒が栽培した野菜、草花、卵、いちごジャム、パンなどを販売する活動もされています。こちらもぜひ行ってみてください。はい、さて続いては奈良市で行われたあまり馴染みのない職業を子どもたちに知ってもらおうという取り組みです。奈良市にある奈良商工会議所で開かれたハロー会計 in 奈良、日本公認会計士協会近畿会が主催して、普段馴染みがない会計や公認会計士の仕事について子どもたちに分かりやすく学んでもらうための取り組みです。公認会計士の役割は監査、コンサルティング、税務、組織内会計士、国際と分別され、今回はその中の監査についての授業です。奈良では今回が初開催ということで、集まった参加者は29名の小中学生。まずはチームに分かれてゲーム形式でのたこ焼き屋の経営体験です。チームみんなで販売戦略を選択し、他のチームよりも利益を出せるかを競います。会計の公式も教わり、子どもたちは一生懸命計算して議論し、経営方針を決めていきます。さあ、しっかり儲かったんでしょうか。利益が確定したところで公認会計士による監査、会計と事実が一致しているかチェックされます。このように会社経営の大変さと会計士の役割を学びました。今まで知らなかった職業を知れたのでとっても楽しかったです。コンサルティングが一番楽しそうかなって私は思いました。会社を勢い立てていきたい、いたりだとか、こういうアドバイスする仕事に立ちたいです。参加した皆さんは公認会計士の仕事について理解を深めている様子でした。いやーね、インタビューしっかりしてますね、お子さんね。まあ、この中からね、公認会議士になりたいという方出てくれたら嬉しいなと思いますね。さあ続いては奈良の美味しいものが大集合したイベントです。3月23日24日の2日間、葛城市新城第二県民運動場で恒例の奈良食祭が行われました。奈良の美味しいものを知ってもらおうと NPO 法人奈良元気もんプロジェクトの主催で毎年行われているこのイベント、会場には奈良県全域から味自慢のお店およそ80店舗が集まりました。唐揚げやフライドポテトなど屋台では定番の食べ物から、今が旬の鮎の塩焼きやタケノコなどもありましたよ。食べ物は旬が一番ですよね。美味しそう。また地元葛城市をはじめとした奈良県の各自治体からも名産品などが出展していました。十津川村からも出展していました。こちらは地ビールのブースです。以前番組でも紹介した奥大和ビール、ソニ高原ビールがありました。暖かくなってビールも美味しい季節になりましたね。食べ物以外にも大道芸があり、子どもたちは大はしゃぎです。またクラフトなどの体験ブースもありましたが、こちらの元気な高校生がいるのは何の体験ブースなんでしょうか。なんと茶道でした。元気な呼び込みとは裏腹に、参加した方は厳かな雰囲気でお茶を楽しんでいました。こちら奈良文化高校茶道部の出展です。またステージイベントもあり、来場した皆さんは春のポカポカ陽気の中イベントを楽しんでいるようでした。皆さん奈良にこんなにいろんな食材があるとか、それを使ったこういうメニューがあるっていうのを初めて知ったとか、野菜が美味しいとかですね、まあ、いろんなそういう新しい味をなんか再認識したみたいな。奈良には頑張ってる人がたくさんおられて、もっとその方々が
輝くようにお手伝いをしたいと思っております。いやー美味しそうでした ね、 いいね、本当にね。もう奈良には本当に美味しいものがたくさんありますし、うん、地域にね頑張っている方もいらっしゃいます、うん、ぜひ皆さんもこういったイベントに行って奈良のことをもっともっと知ってみてください。あの私たちもねこういうイベント盛り上げたいよね。まあ、た呼んでくださいね。もう行きますから ね、 はい、ね、土方兄弟もノーギャラで行きますよね。クラフトビールむちゃくちゃ飲ませてくれたらそれ私も行く。いやいやいや俺らでもなくなっちゃうよもう、はい、KCN 情報発信スタジオ、ケースター、まだまだ続きます。俺たちワケモンファミリーで作るこんにちワケモンスター。ワケンノールなたこ焼き屋さん太丸からお送りするこの番組、ある時は気になるお店やおすすめスポットへ突撃レポート、またある時はスペシャルなゲストを迎えてのトーク&体験教室などなど、毎回奈良を元気に盛り上げようと奮闘中。見てくださいね。ワケンロー。さあ続いては奈良の気になるスポット、人物ことを奈良県出身リポーターならではの目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーです、はい、それでは土方兄弟よろしくお願いします。はい、今回はですね、神仏画家の月永優さんをご紹介します。月永さんなんですけど、あの僕と一緒の画家の方で神様とか仏様を描いておられます。急にアーティスティックになったね。僕と一緒、はい、はい、漫才師ではなかったのかな。単発画家です。何やねそれ単発画家で。ただ短いだけだから、まあまあ、はい、どんなね絵画を描かれてる方なのか、うん、あの今回ですねアトリエにお邪魔してきました、はい、それではほんなら行こうか。本日は月永優さんのアトリエお邪魔しましたぞ。杉永優さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしますなんですけども、お顔はどうしたの。ちょっと若干あの数日前に転んでしまいまして、うん、あの大丈夫です。すいません、ほんまにね、こういう日に、しっかりしてくださいよ。お仕事はしっかりやらせていただきますんで大丈夫です、はい、しっかりしてないの僕ですからね。そうですよね、そうですよね、すいません。いや、今の杉永さん、はい、どういう活動されてるんですか。神仏画家なので、神様とか仏様とか、うん、あとはドラゴンとか鳳凰とか、そういった展開の住人って言うんですかね。おー、なるほど、展開ですか。展開の住人多いですモチーフにした作品を描いてますね。きっかけとかって何かあったんですか。私が中学校の時に、うん、あの病気で体重がね、なんか28キロぐらいまで落ちちゃった時があって、まあ、あの心臓が止まってもおかしくないような状態でして、はい、であのその時におばあちゃんが信心深い人でしてね、うんうんうん、で家に仏像さんがあったんです。でそれをちょっと描いてみなさいと、良くなるかもしれないからっていうので描いたのがきっかけです。絵を描いて、まあ、仏様と対峙することで心がすごくまあ穏やかになったとか。なるほど、はい、なんかそういうのってやっぱりこう自分のバランスをなんか整えることにすごい役立ったんですね、うんうん、そうですね。いや僕もね、うん、結構絵をね小さい時から好きでね、結構もう自分の中でないものを勝手にこう想像したものとかをばっかり描いてたんです昔から、うん、月永先生はどういう感じで描かれてるんですか。私もなんか今はそういう思いついたものというか、うん、浮かんでくるインスピレーションで描いてることが多いんですけど、ね、例えば大きなこの立派な馬。馬じゃない。馬にしたら毛深すぎるやん。馬じゃない。竜ですよね。これも上から降りてきたやつを自分のインスピレーションで描かれた感じなんですね。そうですそうです。色使いもすごいもんな。すごいですよ、これ。馬に。なるほど。ありがとうございます。何をしてんの何をしてんの急に。じゃあね、もう絵の話してたらもう描けたってしゃあないんやもん。そういう発作じゃなかったよ、今。降りてきて、展開の住人が。いや、そんなな、プロの方に恐縮やで、そんな、お前に。いいのいいの。お前が決めること違うよ、ほんまに。ゆうぜ、一緒に描かせてください。もちろん、もちろん。はい、いいですか。喜んで。お願いします。すいません。お願いします。さて、僕らもね、絵を描かせていただこうということになったんですけども、うんうんうん、ちょっとあなたはいいんですけど、僕がちょっと絵心が大丈夫かなと思ってるんですけどね。大丈夫じゃないやろ。大丈夫じゃないと思うんです。分かってるんです。うんうん、じゃあ、ゆう先生も一緒に描いていただけますか。はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、今日はこれどういう風な画材を用意してくださったんですかね。ね、うん、画材、これアクリル絵の具っていうものですね。これは水彩絵の具ですね、うん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 、小学校とかで使うような、はい、うん、でそちらが鉛筆とかもペン類ですね、はい、とか。あ、なるほど、なるほど、はい、今日は勝負やから。これ勝負ですね、うん、あなたさっきもなんか言ってましたね。勝負もうずっと勝負のつもりやから最初から、うん、まあまあ僕不利な気もしますけど、うんうん、
じゃあゆう先生、大体時間はどれぐらいかけて書いたらいいでしょうかね。そうですね、じゃあ今回は15分で。15分、はい、やりましょうか。絵描くのに対して15分っていうのは一番いい時間。僕絵描かないんでわからないんですよそうなんですね、長すぎてもやっぱあかんねん。そうですね、これはやっぱ集中して15分バンと。なるほど、書き切ろ。終了でございますね。じゃあ、ひろきさんから。はい、はい、私の絵はこちらでございます。はい、真ん中は竜でございます。で、右下が僕の飼っている虎鉄という、はい、猫なんですけど、これは道端で転んだ際、虎鉄が覗き込み僕の顔をで、竜が空から気をつけなはれやというこのシチュエーションでございます。これ空、あ、これこそ空です。あ、なるほど、バリカンサイヤ。はい、はい、だから僕これからこれを見て、ね、はい、これをイメージして気をつけようと、はい、僕の絵はこれなんですけども、これわかります？大判焼きですか大判焼きのパスタあのね、これは、まあ、ちょっとそういう、まあ、どっちかというと仏様のような、そのまあ言ったら成人というかね、こう清い心を持った方をイメージしてるんですけども、どんなそういう方にも浮ついた気持ちはあるよというのがちらっとこの覗くというかね、例えば浮気心であったり、なんかこうちょっとずるい心であったりはあるよってい う, こう人間の中身をこう表したいということ。浮気心はどの色で表現してるの？これやっぱりハートですね。あ、なるほど、今関わってる女性の数でございます。さあ、ということなんですけども、はい、はい、先生、はい、どちらがまあ勝ちというかね、僕はまあ勝ち負けなんかないとは思ってはいるんですよ。ね、そうですね、はい、勝ち負けはないですけどね、まあ、好みというかね、好み、ひろきさんのはすごい自由で好きですね、はいはい、で、アニヤンさんのはよりなんかアーティストっぽいなと思いました、ね、はいはい、なんか考え方とか作品にこう反映する書き方がすごい難しいですけど、はい、いいんですよ、どっちでも大丈夫です。どっちでもいいですよ、これはもう、ひろきさんで。じゃあ、ありがとうございます。嬉、はい、しい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。辛いですけど、じゃあこれはほんなら僕は自分の家に貼って戒めとして僕もやっぱりこうなんかいやらしい心持ってたあかんなっていう感じで、これちょっと家宝にして、これ、うん、すごいいいと思います。飾っときますわ先生の絵。はい、そうですよ、綺麗、美しいですね、そんなやっぱり何でしょう。いや、もうね、もういち早く僕らよりも早く描き終わってたんですよなんか世界観があるな、やっぱり。そうですか、華やかやね。ありがとうございます。とんでもないです。いや、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで絵を描かせていただいたんですけども、僕ももうね、うん、何年ぶりかいうぐらい絵描いたの久しぶりやったんで、うん、ちょっと楽しかったですけど、アニアンどうでした？もうなんか描いたことを覚えてないです、興奮しすぎて。大変だね。描いてましたか？描いてましたよ。やったのか。ああ、やっぱりすごいな。木永さんのね、絵も見せていただいたんですけど、うん、他の作品とかっていうのはどういったところで見れるんですかね？そうですね、うん、まあ、個展開、はい、行く時もありますし、はいはい、あとあの神社さんに奉納させていただいたりしてるの で,、はい、でそちらの拝殿とかに飾っていただいたりしておりますね。4月の3日に橿原神宮で今度あの奉納させていただくんです。あ、すごいですね、はい、その2枚の絵をちょっとあの奉納させていただくんですけれども、うん、それと一緒に、はい、まあ、当日はダンサーの方ですね、はいはいはい、と和楽器演奏者の方々と一緒に私もその場で文字を書かせていただいたり、はい、すごいじゃないですか。そういったこともさせていただきます。その奉納する2枚の絵っていうのは、はい、もしかして、はい、こちらですか？そうです。こちらがね、ヤタガラスで、うん、はい、こっちが金糸です。まあ、どなたかから依頼されて描いたっていう感じなんですか？なんかね、うん、あの夢に出てきたんですよね。あ
の奉納させていただくことが決まった時に、何を書いたらいいかなと思って寝たら、あの夢の中でやたからすと腰があの羽ばたいたんですよ。さっき言ってはったその書のパフォーマンスみたいなんて、まあ、内容的にはどんなことされるんですか？うんうん、あ、そうですね、うん、ちょうどあの4月1日には新しい元号も発表されるので、うん、それをちょっと書かせていただこうかなと思います。いいですね、ホットなタイミング。そうですよ、はい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 。じゃあそれをこう書くところを皆さん周りで見れるという形なんですね。まあ、ちょっと遠くなると思うんですけど、はい、まあ見れます、うん、いやすごい、はい、いや天皇が変わるこの年になんか貴重な奉納式になりそうですね。そうですね、はい、まあ、新しい時代が始まる、うん、ということでね、うん、これからも日本が安らかで無事でありますようにっていう祈りを込めれたらなと思ってまして、うん、来ていただけた方も一緒にね、うん、みんなで平和の祈りを捧げたいなと思っております、うん、はい、素晴らしい、素晴らしいね本当に、はい、視聴者の皆さん、いや、急に神仏が降りてきたみたいな4月3日は橿原神宮にお参りに来ていただいて、うん、この奉納をぜひご覧ください。必見でございますよ。はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで、うん、月永優さんのアトリエへお邪魔してきました。はい、なんか月永さんの絵はね、こうなんかカラフルでダイナミックなものが多いんでね、絵描くの好きな僕もすごい刺激受けました。なるほどね、ちなみに2人の絵良かったよね。うん、上手だった。ありがとうございます。あのアニアのね、はい、なんやろ、あの女性の4人ぐらいですか、はい、あれスルーされてましたけど、ね、あれ僕のことじゃないですよ。あの描いてるあの芋地蔵が、あの、まあ、女性の、はい、はい、まあまあまあ、あの絵はもう完全に自画像やったよね。いやいや、鏡かと思いました。そんなことないですよ。ヒロ君が良かったよね。良かったです。ありがとうございます。なかなかね、鹿は描けないですよ。鹿ではないです。あれ鹿ちゃうの？竜です。あ、そうですか。はい、でも捉え方は人それぞれでございます。ありました。またこの月永さんのパフォーマンスを実際に、ね、皆さんも見られる機会があるんですよね。そうなんですよ。先ほどもおっしゃってましたけども、4月3日に橿原神宮で、あの神仏画の奉納がありまして、うん、この日はですね、初代天皇である神武天皇が崩御された日とされてまして、はい、午前中には神武天皇祭が執り行われまして、はい、で、ゆうさんのこの、絵画の奉納式は午後3時からということなんで、うん、はい、ぜひね、はい、うん、こうやって元号が変わるね、この時期にね、橿原神宮で行われるというのは貴重な感じですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。元号変わりたてですから、その元号をね、こうどんなパフォーマンスで描くのかっていうのをね、うん、まあ、これは皆さん必見なんですけども、はいはい、まあ、そういう一緒にこのあの参加されるダンサーの方とか和楽器奏者の方も、うん、世界的に活躍されている方々なんで、その方たちのパフォーマンスも必見ということで、そうなんですよ、ね、はい、これは楽しみですね、うん、あの式典はですね、内拝殿で行われるんですが、うん、一般の方々は下拝殿での観覧ということです、うん、はい、まあ、貴重な機会ですので、皆さんぜひご参列ください、はい、ありがとうございます。さあ、次回も土方兄弟です。はい、次回は中継でですね、今年90周年を迎えた子どもたちに大人気のスポットをご紹介しますので、お楽しみに。以上、ピックアップザナラのコーナーでした。さあ、続いては皆さんから写真やメッセージを寄せていただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにありますベストショット、テレビでご紹介しますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、宇田市のペンネーム花より団子さんからいただきました。もうすぐです、お花見が楽しみです、いただいてます。はい、ありがとうございます。これ桜のつぼみでしょうかね。ね、それっぽいですね。これいただいたのは2週間前なんですけども、咲いたらまた教えてくださいね。どんどんこのような写真待っております。はい、はい、メッセージいきましょうか。はい、メッセージ、続いては奈良市のペンネームミッキーパパさんからいただきました。ミッキーパパさん、毎回見てます。奈良クラブの JFL 開幕、バンビシャス奈良の終盤、目が離せないです。もちろんケースタも楽しみにしています、いただいてます。あ、まあ、同時に見れるのはこの時期ですからね。そうですね。いかがですか、お二人は。はい、うん、楽しみだな。いや、ほんまに怒ってる。ほんまに急に来たから今用意してなかったでしょ。はい、実は打ち合わせでね、この後古い話。油断しないで。顔面が急に赤くなりました。はい、もう一ついきましょう。はい、はい、続いて生駒市のペンネーム、ひーくんさんからいただきました。はい、4月から娘が社会人です。応援してやってもらえませんか。わかりました。それでは改めて地方兄弟応援お願いします。ヒーくんの娘頑張れー。ええー、言うてもてる。頑張れーでいいだよ。しかもただあの桑田さんのものまねじゃないですか。ぜひ娘さんね、頑張ってくださいよ。はい、応援しております。はい、どんな写真でも OK ですので、皆さんのベストショットをお待ちしております。応募はケースタホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージなどもお待ちしております。
ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製2ポケットウォレット、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上、みんなのネキニュースでした。続いては視聴者プレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、バンビシャス奈良提供、4月13日14日奈良電アリーナで行われる B2 リーグ2018-19シーズン第31節バンビシャス奈良対広島ドラゴンフライズ観戦招待券をペア3組6名様に、小博美術館提供、6月23日まで開催されている展覧会、自然の声を聞く発見と気球、上村翔子敦史花鳥画の世界観覧招待券をペア2組4名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見ご感想をご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。さあ、ケースタでは皆さんからの情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人あのお店、ネキニュース宛ての写真、私たちへのメッセージなどなど、電話ファックス、 E メール何でも OK です。皆さんからの情報をお待ちしております。もう2人ね、どっか来てください言われても行きますよね。行きます行きます、はい、呼んでください。土方兄弟どこでも行きますよね。どこでも行きます、はいはいはい、天国も地獄も。いや、それはあかんからそれはあかんからおかしいやろ、地獄に来てください行けないじゃない。地獄も天国に変えたいんです、ケースタが。無理やろ、それはそれは無理やわ。ほんまりと芸術家っぽいよね。はい何目線なの。そうやっぱりね、もうこのね番組が楽しみで仕方ないんですよ、毎日毎日。うん、うん、はい、いわゆるキャラの瞑想です今日だけで何個もキャラ出てきましたからキャラの瞑想状態。そうなんですよ、はい、いやでもね、やっぱりね、あの土方兄弟来るとね、すごい盛り上がりますよね。そうですね、次回も土方兄弟で、はい、そうなんです、次回も土方兄弟と4人でお送りします。どんなキャラが出るのかお楽しみに。そうですか、じゃあ次回はぜひジッテリンジンに来ていただきたい。待ってください、待ってくださいよそれでは今回はこの辺でさようなら。